スピードアップはイタリアのオートバイレーシングチームコンストラクター2010年に設立されビチェンツァを拠点とする2012年にはスピードアップファクトリーの名で独自のシャシーの製造を始めたチームは2010年に元グランプリライダーのルカ・ボスコスクーロが設立新設された元にクラスに参入した参戦初年度は FTR 元製の M210 フレームをもとに開発した S10 を持ち、ライダーにアンドレア・ヤンノーネとガボール・タルマクシを起用して参照を挙げた。2011年には FTR 製の M211 を持ち、ポル・エスパルガローとバレンティン・デビーズを起用して参戦した。スピードアップ S12 のリアンドレア・ヤンノーネ。2012年、チームは自身のシャシー、S12 の製造をはじめ、 アンドレア・ヤンノーネのスピードマスターチームと提携。ヤンノーネとマイク・ディメルリオにシャシーを供給した。イアンノーネはシーズン2勝を挙げる。このシーズン中に q m、MM、m f レーシングチームは森脇製シャシーからスピードアップのシャシーにチェンジしている。2013年は新型シャシーの SF13 がデビューした。フォワードレーシング、アグル。 q m、MM、m f レーシングチームの3チームに供給され、最高位はシモーネコル氏のドイツ GP における2位であった。2014年は新型の SF14 を投入する。サムローズを要した自身のチームと q m、MM、m f レーシングチームの2チームが使用し、アンソニー・ウエストがダッチ TT で優勝している。ありがとうございます。